旅券の申請はオンラインで。オンライン申請をやってみよう編。ある日のお昼休み、やっと仕事が一段落したね。次の休みに海外旅行に行かない？ベトナムとかどう？私の姉夫婦がホーチミン市に住んでいるし、市内案内してくれるよ。楽しそうだね。何話しているの？ベトナム旅行の話。いいね、本場のフォーが食べたいな。ボーキも誘ってみんなで旅行しようよ。賛成。いろいろと準備しなきゃ。初めての海外旅行なんだよね。あれ、パスポート持ってないや。大丈夫、オンラインでパスポート申請ができるようになったの。スマホとマイナンバーカードですぐにできるよ。本当だ、これは便利だね。すごい、スマホでできちゃうんだ。私はパスポートを持っているんだけど、あれ、ベトナムに行くにはパスポートの残りの有効期限が6ヶ月以上もいるの？私のパスポートはあと3ヶ月しかないんだけど。その場合も大丈夫、切り替え申請ももちろんオンラインでできるよ。それは助かる。じゃあパスポートセンターの窓口に行くのは受け取る時の1回だけなのね。これで準備よし、オンライン申請終了。これは簡単。え、もう済ませたの？じゃあ私も申請を。あ、お昼休み終わっちゃう。24時間受付でいつでも OK だよ。じゃあ今晩家でオンライン申請しようっと。旅行準備万端だね。現地でドリアンやドラゴンフルーツを食べるのも楽しみだな。